はい、どうも皆さんこんにちは。今日はこの僕の飼っている日本トカゲの紹介と、ちょっとね、今ちょっとですね、こういう感じで今冬なんですよ。なのでちょっとね、冬眠風にしてたんですけど、もう起きたのでちょっとこの家を変えたいと思います。じゃあ早速ですね、早速用意、物を用意します。はい、こんな感じで、で用意ができました。なので早速家作りをやっていきましょう。はい、トカゲはここの空いている虫かごのところに入れました。まずここのところに砂を引いていきます。はい、これですね。よし、そしたら広げます。よし、結構まんべんなくね。はい、広げました。次は隠れ家ですね。はい、重い、この穴の開いたレンガをここに置こうかな。こういう風に置いておきます。横にちょっと埋める感じにしよっかな。ちょっと埋めるようにできました。次はこれを置けるかな。この木ですね。木をここどうだ。あ、いいね。ここにこういう風に置きました。はい、次はじゃあ次はこの中の、これこの中に入れるね、こういう感じの隠れ家を、どこに置こうかな。ここら辺に、この角ら辺に置いておきます。あとはこの上にもなんか置きたいな。上には何も置かないで、この葉っぱ、人工の葉っぱを入れてみました。まあどうしようかな、もうちょっと入れたいな。でも狭くなっちゃうかな。ちょっとここのところに石を置いてみようかな。ちょっとここに石入れてみますね。ちょっと埋めよう。まあこんな感じにしておきますね。じゃあここにトカゲを入れます。これトカゲはね、この日本トカゲですね。顔はちょっとこっち向いて、まあ持ってみますね。はい、こんな感じです。結構可愛い子ですね。オスです。じゃあ入れます。はい、ちょっと上に置きます。どこ行くかな、初めての家。おい、どこ行く。お、木の方行った。木の方に行きました。めっちゃペロペロしてる。お、よし、じゃあちょっとね、お腹空いてると思うから、このホームセンターなどに売ってるミルアームという幼虫ですね。で、これはちょっとね、気持ち悪いかもしれないですけど、はい、ちょっと蓋を開けてみます。はい、中には木くずが入っていて、こういう幼虫ですね。今ちょっとひっくり返ってるんですけど、ここが顔になってます。これが顔で、こっちがお尻ですね。ゴミムシの幼虫で、5度ぐらいの冷蔵庫とかに入れないとサナギになって成虫になってしまうので、もしトカゲ飼う人は、あれ、この餌僕のおすすめです。結構食べるんですよ。なのでちょっとあげてみます。この子ね、食べるとこを人にあんま見せないから食べるかわかんないですよ。
ちょっと入れてみます。入れたよ、入れたよ。おい、気づいてない？ちょっともう一匹入れてみます。おい、ほら、おい、やっぱり食べないっすね。前のカナヒビなら手に置いたらすぐ食べたんですけどね。はい、まあ家はこんな感じにします。はい、ということで今日はまあこう人影の紹介と家作りでした。本日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。また、コメントでは次やってほしいことなどを書いてください。ご視聴ありがとうございました。